うんとセンター返しでヒットになっています。これで鈴木は4試合連続ヒットになっています。今年からライオンズのリードオフマンを務めるこの鈴木翔平、この6年目、強い打球ライトの前に落ちます。さあファーストランナー鈴木はセカンドを蹴ってサードに行く。さあサードはタッチできません、間に合いません。打ったオグレディはシングルヒット、これでランナー一塁三塁と、さあチャンスになっています。今日最大のチャンス作りましたライオンズ。やはり鈴木が出て 1,2 番つながりました、ストレートでしたか、ショートの横を抜けていきました、タイムリーヒッツ、森の同点タイムリー生まれました。6回同点、3番から、まあ、ストレートですか、マスクですね、初球打ち左中間、ランナー1人帰ります。2人目はサード生還、サードにしっかりと到達、山川の勝ち越しのタイムリーヒット、2対1、山川は初球でした、セカンドの横をしぶとく抜けていって、これで5連打になりました。ライオンズ3点目が入ります。三遊間、これもシングルヒットで抜けます。さあセカンドランナーはサードを回りますが、サードストップになりました。あ、ナイスチャージですね。これもセンター前ヒットにタイムリーヒット、ランナーサードを切ってますので一気に2人帰ってきます。この回5点目を失いました加藤、栗山の2点タイムリーヒット。